ロベリンとはニコチン様構造を有するアルカロイドの一つであり、呼吸興奮薬として用いられる。抹消の科学受容器に作用して、呼吸興奮作用を示す。ロベリア属の植物、デビルズタバコ、カーディナルフラワー、オーロベリア草や星あざみから発見された。溝隠しにも含まれている。白い粉末状の物質で、水によく溶ける。ロベリンは錠剤の形で、 禁煙補助剤として使われる。また、覚醒剤、コカイン等の薬物依存症やアルコール依存症の治療薬として使われる場合もある。ロベリンの作用部位は複数ある。単剤で用いると、ベマット2に結合して、ドーパミンを弱く放出させるが、メダンフェタミンが作用している場合にはその、ドーパミン分泌作用を減少させる。ドーパミンとセロトニンの再取り込みを阻害し、 その結果細胞外ドメインのサブユニットにつながるニコチン受容体に対して刺激、拮抗量効果を示す。ニューオピオイド受容体拮抗作用も持つ。ありがとうございます。